こんにちは、マンダナオカズです。僕は eBay から仕入れてヤフオクで販売するという eBay 輸入という方法をお伝えしています。僕は特に古い商品ですね。ヴィンテージとかアンティーク。そういう商品だけ得意ですね。新品というかね、数がいっぱいあるような商品が得意なわけではないですね。そういうの得意な先生って他にもいっぱいいらっしゃると思うんですけど、僕はね、ほんと古いものだけですかね。得意なのはね。こういう方法をお伝えしてるんですけど、今回の動画ではチャット GPT。これ皆さんお聞きしたことあるんじゃないですか？耳に届いてませんか？これを使って eBay 輸入、我々がやってる商売のリサーチに活かせないかっていうのをちょっとチャレンジしてみようかなと思ってまして、チャット GPT、 これって何かって知らない人もいらっしゃるかもしれないですけど、簡単に言うと何か聞きたいことを聞いたら答えてくれる。 Google の検索と違うのはね、文章がね結構ね人間っぽい、しっかりしてる、そういう感じですね。我々もね話し言葉で聞いて大丈夫ということ。めちゃめちゃ簡単なんで、チャット GPT って何なのっていうところからね検索して聞いてみて答えてもらって、そういうところからやってみようかなと思ってます。ちなみにちょっと注意点なんですけど、これからやろうっていうのになんでこんなこと言うのって思うかもしれないけど、精度がちょっと低いなとは思ってますね。特に専門性が高いことに関してはいまいちだなとは思ってはいます。なので繰り返し聞く、聞き方をちょっと変えて聞くとかね、工夫は必要になると思う。ツールとかね、システムとかアプリケーションとか、こういうね用意されたものってやっぱどう使うかっていうのは非常に重要だと思いますから、今回はちょっとどう使うかっていう、その注意点なんかも含めて提案できたらなと思っています。ではちょっとやってみましょう。こちらがチャット GPT の画面になります。僕はねこれ過去に聞いた質問内容になります。こう履歴が残る感じですね。今ニューチャットっていうのを開いて、ここに質問すると答えてくれるっていう状態になってます。まずはチャット GPT って何ですか聞いてみましょう。こんな感じで入力してるみたいに答えてくれるんですよ。でパッて表示されるんじゃなくて、検索しながら質問に答えてくれる感じですね。今チャット GPT が実際に調べに行って答えてくれてます。ちょっとまあこう読んでいただきたいんですけど、まあ僕はぶっちゃけこれすごい意味はわかりますですけど、ちょっと難しいこと書いてあるなとは思うので、小学生でもわかるように質問してください。チャット GPT は人工知能の一種ですと。言葉を使って人と会話することができるプログラムだよということですね。例えば明日の天気はどうですかって聞くと天気予報を教えてくれたり、犬ってどんな動物ですかと聞くと犬についての情報を教えてくれたりします。こういうシステムだってことですね。プログラムだということです。これインターネットチャット GPT 検索していただければ誰でも使えるようなシステムになります。ここでこれを仕入れの参考にできる、まあリサーチとして利用できるかっていうことをいろいろ検証してみたいと思うんですが、結論からまず申し上げようと思うんです。これ僕いろいろ試しました。チャット GPT って1年前のものまでしかこう検索できないので、この無料版ね、有料版がどうかっていうのはちょっと分かんないんだけど、無料版では最新のものっていうのはまあ検索できないので、今具体的な商品を教えてくださいっていうのはいまいちだなと思う反面、ずっとこう売れ続けてるカテゴリーなんかを聞くことはできるし、商材の名前が出てきた時にその商材は一体どういうものか、どういう人に売れてるのかなんていう質問はできますから、話し相手にはなりますよ、間違いなく。それから最終的に自分できっちりリサーチはしなきゃいけない、これは間違いないんだけど、方向を定めるとか知らないことを知るっていうのには超有効だなと思いました。ですから詳しい方よりは詳しくないです、チャット GPT は。はっきり言って僕よりも詳しくないです、物販に対しては。ただ自分が知らないカテゴリーのこととかね、その事情とか一般的にどうかっていうのを調べるのはね、やっぱすごくね強いですよね。僕が例えば Google 検索して記事を何百個も読むのと同じぐらい彼は知識がある、まあ調べるの早かったりするので、使い方ですよね。要はね、このプログラムがいい悪いとかじゃなくて、このプログラムをどう使うかってことが問題だと思うんですよ。だからちょっとそれを意識してやっていきたいなと思います。ですから初心者の方はちょっと使い道あるなと思いました。じゃあ早速副業の、まあ、eBay 輸入ヤフオク販売、これねいろんな答えが返ってくる時あるんですよ。実は一つではないんですよね。だからちょっとどう出るかで、この先どう聞いていくかっていうのは変わってくるかなと思います。まあ実は練習したんですよね。やっぱちょっといつもとね違うかな。僕が苦手な商品を答えてきてますね。お、いいね、ヴィンテージ商品出ましたね。これね、なんて答えてくるか結構ランダムなんですよ、本当に。だから皆さんもちょっと一回自分で聞いてみてほしい。聞き方が違ったらもちろん違うことを言ってくるし、日が違うだけでも違うこと言ってくるんですよ。違うカテゴリーのことを言ってきたりするんですね。これはね面白いことで、複数回聞い
いてみるっていうのもいいと思う。全く同じことをもう一回聞いてみるっていうのもいいし、聞き方を変えてみるっていうのもいいですよね。例えばおすすめの仕入れ商品じゃなくて、まあ同じことを別の言い方するね。例えば eBay でたくさん売っててヤフオクでたくさん売れてる商品教えてくださいとか、言い方を変えたりとかするだけでも全然違う答えになったりとかします。これはまあ人間でも一緒ですよね。相手が人間でも違う聞き方されたら違う答えになったりとかもしますけど、この 1,2,3,4,5 って書いてあるこれの内訳がね変わったりとか中が変わったりとかっていうのはもうほんと頻繁にあります。昨日ね実は撮ろうとしたんだけど、昨日のこのチャット GPT の僕に対して答えてくれた内容がちょっとね気に入らなかったから、僕はちょっと別の日、まあ本日また撮り直してるっていう、そういう感じなんですよね。じゃあまあもう早速もうこの先もうちょっと聞いていこうかなと思うんですけど、もうちょっとね具体的に聞きたいなと思います。ヴィンテージ商品っていうのをもっと詳しく聞いていくっていうのでもいいですね。僕の場合ね、皆さん他にスポーツ用品とかエレクトロニクス製品とかファッションアイテムとか詳しい商品もっと詳しく教え具体的に教えてくださいって聞き直してもいいとは思います。ちょっとまず eBay を使ってアメリカの商品を日本に仕入れて販売したいです。具体的な商品例を例をいつかもらえますか。アメリカから日本への輸入には様々な商品がありますが、ちょっと具体的になったんかな。僕あんまりちょっとわからない商材ばっかでよくわかんないけど、少し具体的になったのかもしれないですね。まあ似たようなこと言ってますよね。ちょっと違う言い方をしてもね。どう？この前の回答と非常に似てないですか？おすすめの仕入れ商品いくつか教えてもらえますかって言った時と、まあ、日本で仕入れて販売したいです。具体的な商品例いくつか教えてもらえますかって言った時と、そんな変わんないこと言ってるんですよね。それぞれの中で具体的に聞いていくっていうのはいいかもしれない。質問の仕方も eBay を使ってアメリカの商品を日本に仕入れて販売したいです。ブランド品の中でよく売れてるもの商品例いくつかもらえますか、もしくはブランド品の中でよく売れてるブランドをいくつか教えてもらえますか。聞き方いろいろあると思うんです。ここから先はまあもっともっと枝分かれしていくと思うんですけど、僕はやっぱりファッションアイテムあんまやんないですし、エレクトロニクス製品とかはどちらかというと僕弱い方で、コスメティック製品とかももう本当に分かんない。スポーツ用品はまあまあかな。それからヴィンテージ商品っていうのがやっぱ僕非常にね得意なので、これに対して具体的に聞いてみましょうかね。なんか商品が出てくるといいなと思うんですけど、これから仕入れてヤフオクで販売したいです。eBay で手に入ってヤフオクでよく売れているヴィンテージ商品は何ですか。これちょっと聞いてみましょう。 eBay で手に入るヴィンテージ商品でヤフオクでよく売れてる商品はいかのようなものがありますと。古着、うん、まあ納得ですね。先ほどもファッションアイテムっていうのかな、ブランド品とかあとファッションアイテムって出てますけど、 eBay、ヤフオクともにファッションっていうカテゴリーは一番量が多いんですよね。出品量が多い、取引量が多いんですよ。つまり新品だったり、まあ不要品なんかもね含まれます、中古品なんかも含まれますけど、一番ねやり取りされてるっていうのは事実としてありますから優先的に出てくるんでしょうね。ヴィンテージ品で聞いた時も古着っていうのが一番上からに出てくるんでしょうね。僕ねちょっと思うのが、やっぱこれ学びにはなりますよね。やっぱ古着が一番売れてるんだっていうヒントにはなりますから、全体像を知るとかそういう状況の方はすごい使えるなとは思うんですよ。先生に値するぐらいね。ただもうすでに知ってる人っていうのはいるでしょ。そういう人にとってはやっぱりもっと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 具体的なことを聞いていかないと何のヒントにもなんないっていうのがあるかなと思うんですよね。だからもうちょっとねどん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 具体的に聞いていきましょう。古着、アクセサリー、ヴィンテージ雑貨、まあヴィンテージ雑貨っつうのはもうなんかかなり幅広いけど、具体例例えばこういうのね、まあ、食器類だな、この人が言ってるの。ランプ、割れやすいものね。レトロなポスターとか僕買いますからね、仕入れるし自分でも買ってますよね。それぞれまあ僕ちょっと納得はできます。でこれ結構いいおすすめだなと思うのが、決してマニアックすぎないというかですね、値段もピンキリで初心者も始めやすいような商材カテゴリーのおすすめがされてるなと思いますから、間違ってるよと思わないですね。全然とってもいい回答だなと思います。万人に対して回答するにはすごくいいなと思いますね。じゃあ古着の中で何が人気なのかとかね、そういうのをもっと具体的に聞いてってもらいたいなと思うんですけど、まあ僕今日はねこう具体的に商品見つけるところまで行けたらやりたいと思うんですけど、まあ、そこら辺はちょっと簡単にね、もうちょっとこう絞り込むのにどうしたらいいかっていうのをやれたらいいなと思います。
そしたら古着の中で有名なブランドとか聞いてみましょうか。僕ねちょっと本心、まあ、先生としてアドバイスするなら決してポピュラーなものだけ狙わなくてもいいかなとは思ってますけど、多分ポピュラーなもの返ってくると思うので、 eBay で古着を仕入れてヤフオクで販売する場合におすすめのブランドをいくつか教えてください。まあ、人気のブランド教えてくださいって聞いた方が良かったかな。聞き方ってそういうことね。なんかいろいろ聞き方があると思うんですよ。リーバイスね。なるほど。リーバイスってジーンズのブランドですけど、好きじゃない人でも聞いたことはありますでしょ？おそらくね、リーバイス、超有名なトップなのかなとは思いますよね。ジーンズブランドとしてはね、世界一のブランドかなとは思います。書いてあることは間違ってないですね。ラングラーももしかしたら今、日本の会社に吸収されてるから、ラングラーとリーとリーバイスっていうのがアメリカの三大デニムブランドって言われてましたよね、昔ね。エドウィンっていう日本のブランドがもう吸収してますね。つまりリーバイス以外はリーとラングラー両方エドウィンが吸収してるってことですね。まあすごいですね、エドウィンね。まあ、リーバイスと並びアメリカの代表的なデニムブランドの一つです。これデニムシャツとか超欲しがる人いますね、ジージャンとかね。どちらかというとね、これカウボーイが転んで履いたやつで、こっちはねもともと炭鉱とかでね履くようなリアルワーカーが履くようなジーンズの時代を経て、アメリカ東海岸のね学生とかも履くようになったりとか、ホワイトリーバイス、白いリーバイスのジーンズとかね、あとカラージーンズとか、いろいろ、まあごめんなさい、ちょっとパッと説明できないけど、各時代にこうアイコニックなっていうか、まあその時代を象徴するようなアイテムが結構あの商品はいっぱいあります。すごい高い値段でやり取りもされますけど、まあ注意は必要というのが、古いものに関しては復刻がね出されてたりとか、年代の違いによって値段が随分違ったりするから、勉強する価値があるかなと思います。どちらかというとね、メイドイン USA の時代の、僕から見るとね、そんなに古いものじゃないと思うものも今もうヴィンテージとして扱われてたりしてね、高価な値段でやり取りされたりもしますし、リーバイスは各年代にアイコニックな象徴的な商品なんかがあります。僕もね非常に好きだから、思い浮かぶようなアイテムがたくさんあって、今全部お話しできないぐらい勉強する価値があるようなブランドかなと思います。人気も高いです。正直ね、ジーンズ1本で100万円とかね、そういうものはたくさんありますし、 eBay でも出品されたりしますけど、まあ偽物じゃないです。復刻ね、リーバイスからきちんと復刻されてるものとか、もちろん偽物もあるんですけど、100万円とかの単位のものじゃなかったとしても復刻がねやっぱりあるので、復刻は復刻で復刻の価値で、復刻の出た時より高い値段で取引されてたりとかはしますけど、復刻なのかオリジナルなのかとかね、その見分けは結構勉強は必要だなと思いますね。それより狙い目はもう単純にこれぐらいのサイズで、こういう商品はもういくらぐらいで取引されてる、最低いくらで取引されてるとかね、そういうレギュラーというかね、僕からするとそんなに古くないと思うんですけど、それでも今はすごい価値が上がってるものなんかもあります。例えばキーワードとしてはメイドイン USA、 もうアメリカ産だっていうこの時期の頃のものであれば最低でもいくらで売れるとかね。あとはジーンズの場合は状態ですね。色落ちとか言われますけどね、デニムの色の濃さで濃い方が高いんです。新品に近い方が高いんです。色が薄くなってるほど安いんですよ。もうその薄い加工のジーンズが出たこと自体近年ですから、数十年前の話ですから、そういったものはそれなりの値段で取引されるんですよ。その時代のだから安いとかそういうわけじゃないんですけど、それぞれ年代状態によって価格が変わりますから、勉強は必要、そういう感じですね。だからまあアメリカ製のものかどうかとかって確認をして、細部がねそういうものかどうかって確認をして始めるとかは結構やりやすいんじゃないかなとは思います。でラングラーは今はもう日本のエドウィンというブランドに吸収されて、リーとラングラーね、この三大デニムブランドのうちの2つは日本のブランドがもう吸収してるっていう状態ですね。3つ目のハーレーダビッドソン、これはねアメリカのバイクのブランド、もうエンジンがめちゃめちゃでかいバイク、これに関するアパレルとかもよく取引されてますね。古いものなんか特にね、ハーレーダビッドソンの T シャツとかね、びっくりするぐらい高く売り買いされたりとかしてますよね。本当に発売されてた当時から、僕はやっぱこういうの着ないですよ、バイク乗らねえし、ダサいものとして扱われてたんですよね。高い値段じゃなかった、もちろん。そういったものが、まあ、時代が変わってめちゃめちゃ高くなってる。
って感じなんですけど、まあ、若い人は着るんでしょうね、まあ、もしくはもう昔から着てるようなもう筋金入りみたいなバイカーの人ね、まあ、いらっしゃるんですよ。そういう人ってチャンピオンもそうね。チャンピオンっていうのはスウェットシャツってまあ日本語で言うとね、まあトレーナーとか呼ばれたりするような、トレーナーっていう言葉自体がまあバンっていうね、 VAN ってそのブランドが作った和製英語ですけど、リバースイーブっていうのはスウェットの名前ですね。脇にこう1枚生地が当ててあるような構造のね、まだね縦に伸びたり横に伸びたりとか、まあこうスウェットがこう伸びにくい加工とかがされにくい、技術的にねされにくい時に作られたやつですけど、リバースイーブはね本当に高くなってますよね。でリバースイーブの前にももちろん存在してますから、もうちょっと前のものっていうのはもっと高かったりとかします。リバースイーブがまあめちゃくちゃ人気で数がたくさんあってたんですけど、まあやっぱりなんかこう数が減ってきて、90年代のものとかね、80年代のものとかどんどん減ってきて、めちゃくちゃ高く取引されてるんですよね。僕も昔着てました。ここに乗ってるのって全部着てたけど、もう今着ないのでね、やっぱ売るために買うみたいな、そういう感じですかね。まあリバースイーブなんかやりやすいとは思います。トミーヒルフィガー、90年代のトミーヒルフィガーの古着が人気がありますっていうのは、まあちょっとね半分本当で半分嘘っていうか、売れるんですよね、やり取りされるんですよ。これで言うともっとね最初に上げるべきは多分ポロラルフローレン、これの古着ですね。90年代ぐらいの古着、そのちょっとランクが下がってトミーヒルフィガーとかギャップとかっていう感じだとは思います。ラルフローレンの古いのを狙った方がいいですね、トミーヒルフィガーよりはね。という風に知ってればそうじゃないよねとかっていうのは思ったりするんだけど、知らない人はやっぱこれだけじゃなくて、例えばトミーヒルフィガーって出てきた時にアメリカのファッションブランドでって言われてますよ。だからトミーヒルフィガー当たる探しに行くのと同時に、アメリカのファッションブランド、90年代ぐらいのアメリカのファッションブランドで、まあ、eBay から仕入れてヤフオクで販売したいんだけどおすすめありますかっていうのをやっぱ一回聞いてみてほしいし、その中で出てきたブランドをさらにこのねチャット GPT でまあ聞き直してもらったりとかね、そういう必要はありますよね。より深く知ろうとしてくれて、自分でも Google で検索してみたり、ブランドが出てきたら歴史を調べたりとかね、やっぱそういうことやっていく必要があるかなと思うんですよ。ここにあるやつはまあ結構ポピュラー、トミーヒルフィガーに関しては90年代のアメリカのブランド、ファッションブランド、ポピュラーなアメリカのファッションブランド、これが結構今になってすごい売れてるよって、そういうことだとは思います。まあ数年前からね突然売れ始めたっていう感じですかね。なんか僕は普通に着ていたというか、ごめんなさい、それをね威張ってるわけじゃない、自慢してるわけじゃなくて、あんま誰も着てないから着てたんだけど、なんか急にこうすごい売れ始めたなと思ってて、僕ねそうなるとやっぱ売っちゃうんですね、自分が着てるものとか。驚くほど高く売れたりとかしますよね。だからこれは書いてあることは事実だとは感じます。ではちょっとリーバイスはもう本当難しい、真似してもらうのもちょっと難しいような気がするから、アメリカのファッションブランドの中でチャンピオンリバースイーブとか分かりやすいからやりましょうか。じゃあここでちょっとリサーチしていきましょう。じゃあ早速オークファン、それから eBay 開いてちょっと探していきましょうかね。チャンピオンリバースイーブ、オークファン検索してみましょう。チャンピオンカタカナの方がいいかも。まあ1000件月に売れてますね。まあまあじゃないですか。スウェットパーカーですよ。80年代のものですから古いですよね。31万とか言ってますよ。すごくないですか。60年代叩きタグ、まあ叩きタグって後からね縫い付けたようなタグですね。ちょっと見てみますか。まあこれね OEM とかが関係あるんでね、この首のところに縫い込まれてるんじゃなくて、後からこういう風に縫い付けられてるようなね。まあ今 OEM って普通に中国でね作ってとかっていうのありますよね。工場が持ってるものに名前をこう入れてくれる、ブランド名を入れてくれるみたいな、まあそういう外注みたいなこともやってた時ですかね。80年代ね。まあこれやっぱ高いよね。とても綺麗なものだとこういう値段になったりしますけど、まあちょっと異常欲しくないって感じしますけど、これすごい欲しがる人が多いので、例えばこういうのとかね、全然欲しくないけどね。なぜかっていうと、やっぱり僕が高校生ぐらいの時とかって、やっぱもっと安くて溢れてたから、自分が実際着てたんですよね。まあこういうのかっこいいけどね、かっこいいけど、本当に溢れてたんで、やっぱこういう値段では僕はやっぱ買えないよね。数千円、高くても1万円とかで買ってたような時代のおじさんなので、うちかっていうとまあ手に入ったら売っちゃいますよね。まあ色合いとかね、配置とか、結構ねじれてたりとかするんでね、状態なんかも関係あるかなと思います。ただね、やっぱ
ぱ、今一番いいシーズンというかね、これからスウェット1枚で外に出たりとかって、そういうのをしたい人もいらっしゃるような時期だからね。ただ5万とかはやっぱ高いよな。ものすごく、まあ、高騰してるってことですね。古いから値段が上がっていく。まあ、その構造に従って値段が上がってる状態ですということですね。90年代に限らず、もっと前のものもいっぱい売れてるっていうのは分かりましたけど、とりあえずチャンピオンリバースリーブ 90S にしとこうかな。そうするとこれとかがもし復刻じゃなかったらもっと高く売れますね、確実に。ちょっと見てみましょうか、うん、この汚れがあるけどちょっと刺繍なんで80年代ではないですかね。ちょっと汚れがあるんでね、微妙。まあ全然悪くはないです。こうやってね見れば分かるけど結構あるわけですね。実際に90年代のものを狙っていく必要はあります。こういうのとかはいいですね。あ、入札されてますけど、こういうのも多分売れるんでしょうけど、まあ面白くはない。面白くないって基準も分かりにくいですよね、僕が思うっていうだけだから。これ無地のワンポイントのやつなんかもよく売れたりもしています。まあ実際にね、全く同じものを探す、同じ大学名が書いてあるっていうより、まあ無地のものでもいいんですよ。無地のものめっちゃ売れてますからね。全く同じものっていうよりは、まあ似たような雰囲気のものとかね。これ1、2、3段になってますよね。文字が2段とこの中にこう数字が入ってたりして、これ3段って表現されますね。これ4段とか書いてありますでしょ。4段、1、2、これが3つ目、このキャラクターがね、3つ目、4つ目で4段3段4段、これ大きい、多ければ多いほど高いんですけど、まあ、3段4段とかが人気かな、高いかなと思います。まあ、そんな感じで見ていくと結構価格差ありそうなのありますでしょ。これとかも日本で買うよりは安いですね。実際ちょっとタグなんか見て年代とか特定はしてください。タグの一覧とかはね、ネット上にもういっぱいあります。それぐらい結構ね、見れば分かるようにはなりますし、ポピュラーな情報ではあるかなと思います。タグが結構重要ですね。それからね、復刻があるのでそこは注意した方がいいですね。メジャーなものっていうのは復刻もされてるんで、こういうのとかね、縫っただけでもまあこれよりは高くなりそうな気がしますね。面白いんですよ、このスウェットシャツってね。結構歴史が長くてね、形もね変わってきました。もともとはね肌着なんでね、古い話をすると。だからカラータイプっていうのも存在しなかったわけですよ。である時からまあもっと伸縮性も持たせられるようになって、アウターじゃないけどね、肌着というよりはまあこの上に着るものってっていうような位置づけになってから、いろんなカラータイプが出てきたりとかね、プリントものが出てきたりとかね、それからポッケがついてるものが出てきたりとかね、なんかいろいろそう歴史があって形が変わってってるわけですね。古いものはもうめちゃめちゃタイトだったりするわけなんですよ、中に着るものだから。そんなこんなで、まあ結構良さそうなのはありますね。めちゃめちゃあります。だから仕入れるのは結構たやすいなって印象は受けました。ここで見たこういう値段にならなくても、まあ、1万円ぐらいでは売れるかな、2万円ぐらいでは売れるかなっていうようなのがすっごいいっぱいあるので、めちゃくちゃいっぱいあるので、結構初心者の方でもやりやすいかもしれないなと思います。でサイズなんですけど、見ての通り XL とかもうガンガン売れます。僕は結構太ってるんですけど、僕はもう普通にちょうどいいのが XL とか、そういう感じですね。日本人でもちょっとデブな人とかもう XL とか、若くて痩せてる人なんかも XL 着ますね。ちょっと大きめの着たりする人って想像できるかもしれない。どういう方がね見てくださってるか分かってないけど、若い方だったらまあこう大きいサイズの方が流行ってるっていうのは理解していただけると思うんで、 XL とか XXL ねとかは普通にやっぱり取引されるんですよ。eBay にはやっぱちょっと大きめのサイズの方が多くあったりするから、今の時代にはすごく合ってるんですよね。というわけで、まあちょっと戻りましょう。チャット GPT でこういろいろ質問してみました。ポイントはやっぱ一回聞いただけじゃなく複数回聞いてみるとか、まあ、言われたことが完全に真実だと信じ込まないで、もう一回それってどういうことなのかっていうのをね、何か自分で質問をきちんと考えて、それってどういうことなのって聞くんじゃなくて、じゃあ例えばチャンピオンがどれぐらい売れてるんですかとかね、自分でも調べてもいいんだけど、もう一回聞き直してみるとかね、して工夫して付き合っていくのがいいかなとは思います。この人がね言ってることが全部正しいとは僕は思わなかったですね。例えばアンティークウォッチに関して聞いた時に、やっぱ日本語表記が間違ってる、アルファベットの表記は合ってるけど日本語表記での呼び方とかが間違ってるとかね、時計が好きな人ではありえないようなことを言ったりとかしてる感じはあったので、前のね質問の中にそういうことがあったので、まだね精度が低いっていうか、詳しいことを言える素人みたいな、そういう感じはしましたかね。そこまで専門性が高いことをまだ話してないにもかかわらず、それはそうなんだけどみたいな、そういうことしか言わない感じはある。だから何も知らない人にとってはめちゃくちゃいい先生でもあるから、うまく利用するっていうのがポイントかなと思います。オークファンとイーベ使いましたけど、ここのねチャット GPT の画面だけで完了するっていうのは結構難しいかなとは思いました。
チャット GPT が上げてくれた商品、ブランド、このキーワードですね。これでリサーチしてみましたけど、やっぱり何個か見つかりましたよね。中級者以上の方にとってはね、チャット GPT に聞かなくても頭に入ってるようなね、結構初歩的なブランドだったかもしれないんですが、こんな風にいろいろ聞いてみて、出会ったカテゴリーとかブランドをリサーチしてみる。キーワードでリサーチしてみるっていうのも結構ね、面白いんですよ。やっぱ自分がね、調べられる範囲ってやっぱ決まってるんですけど、そこを出るきっかけにもなるんでね。これからもっともっと進化していただいて、チャット GPT もこれからもっともっと進化して、そのうち本当にね、リサーチに使える日が来るかもしれないです。今のところはね、ちょっとしたお遊び程度かなっていう感じがしますよね。ただ僕はね、新鮮ですごい楽しかった。実際のリサーチなどに関しては、やっぱりきちんとしたノウハウを勉強していただいて、自分でじっくりとリサーチをしていく必要があるのかなっていう感じはしましたね。eBay Uniに関しては、僕も無料のウェブセミナーを随時開催していて、そこでおすすめの商材、リサーチの仕方なんかをお伝えしています。無料ですので、機会があればぜひ一度見てください。概要欄を開いていただくとウェブセミナーへのリンクがありますので、そこからお好きな日程でご予約いただければと思います。それでは動画を見ていただいて、どうもありがとうございました。マンダでした。